皆さんこんにちは。今回大島にやってきました。サルビア丸クルーズに乗ってだいたい5時間で大島に着きます。今回個室を体験したかったので、ちょっと運賃が高めで1人当たり1万円でした。今回の旅で大島を自転車で一周するのが目的でしたので、早速自転車を借りに行きました。電動自転車を借りるのに1日4000円です。普段そんなに自転車に乗らないんですけど、弱虫ペダルのアニメの影響でちょっと無理しようかなと思いました。当時7月の梅雨の時期で湿気がひどくて髪の毛ボソボソです。島内を一周する伊豆大島一周線路は約 46.6km です。車でしたらだいたい1時間ほどで一周できます。信号の少ない大島は自転車の聖地としても有名で、大島一周ライトに来るサイクリストがたくさんおります。ただし私みたいに普段あまりサイクリングしない方からしたら、坂道が多くてとにかく大変です。大島を一周するのに多分人生で一番頑張った気がします。こちらは先祖の切り通しです。2本の強木の太い根ががっちりと大地につかみ、力強く空に伸びてます。自然の力強さ、たくましさ、そして美しさを伝えてくれるパワースポットです。世界を回ってきた元プロバレエダンサーの旦那の前でふざけてバレエやってる私です。普段人前では絶対に踊らない私ですが、一人または旦那の前ですとなぜか自由に踊れます。まあめちゃくちゃ下手ですけど。おい、今回泊まったのはリゾートヴィラミコという一軒家でした。この一軒家丸々自分たちで自由に使えて、料金は時期によって変わりますが、2人でだいたい4万から5万2000円です。私はこの家で一番気に入ったのはプライベートビーチあることと、どこからも海が見えることです。大きい基地もあってアットホームな感じがしてて、とても落ち着いてて良かったです。部屋の種類は2種類あります。畳の部屋とこちらの部屋です。予約するときには選べます。畳の部屋からあまり海が綺麗に見えなかったので、こちらの部屋にしました。そして今回私が一番楽しみにしてました、こちらの風呂です。海の波の音を聞きながら着地入れます。自転車で6時間かけて 46km 坂道を頑張った私には最高の最高のご褒美です。実はこの家にはバーベキューできるスペースもあります。バーベキューの利用基本料金は3000円です。プラスお一人様1000円です。お腹いっぱい肉食べてお酒飲んで、二人で海の近くに誰にも邪魔されず、ゆっくりとした時間を過ごしました。とってもひどい日焼けしてましたので、次の日あまり観光せずに、そのまま船に乗って2時間で東京に戻りました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画気に入った方はぜひグッドボタンと登録お願いします。